この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしておりません。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。こんなことやってますけど、コラボの時とか最近スタジオによくお邪魔させていただいてるんでね、嫌いになってもできるだけはしないでください。本当に困りますんで。さあ、そんな今日は7月26日金曜日、最後の週末でございますね。7月のとりあえず皆さん1週間お疲れ様でした。先週入足の時間にですね、映画監督の清水崇監督と最新作あの子は誰のティーチン上映があるっつってね、2日前ぐらいに告知させていただいたんですけど、なんと当日ですね、朝9時半からの上映だったんですけど、満員御礼というということで皆さんありがとうございました。いや本当、出発直前まで行くか悩んでたんですけど、皆さん朝早くから嬉しかったです。すごい怖かったでしょ。ぜひね、まだ見てないという方は見ていただきたいんですけど、で明日27日がそんな清水監督の誕生日なんですよね。でそれを僕ステージで、監督って1972年の7月27日なんで2と7が多いですよね、誕生日おめでとうございますって伝えたら、司会の一人なんかストーカーいるんだけど気持ち悪いって言われたんですよ。毎回そうなってしまうのは何なんでしょうね。ねえキャンタ君、そろそろ会いたいよね。ねえ、てそんなこと言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うておりますよ。この時間です。さあ、今週の俺的ニュース速報の時間です。今週起きた個人的に気になるニュースを紹介していきます。1つ目、ちょんまげ小僧ウームのせいで炎上か。こちら今月20日素晴らしい事務所でおなじみウーム所属のでおなじみ、去年爆発的なバズりを見せた6人組中学生 YouTuber のちょんまげ小僧さんが、過去ドッキリ未成年飲酒で捕まりましたっていうタイトルのタイミングも悪すぎる動画を YouTube に投稿し、これ話題になっております。この動画ですね、その数日前に X で未成年飲酒で捕まりましたみたいなツイートをしてね、告知したんですけど、結構その時から香ばしい感じにはなってたんですよね。タイミングがですね、後から紹介するんですけど、宮田選手の喫煙と飲酒が発覚したっていうあの会見があって、まあ、ネット上でこの動画はそれを意識してのタイトルなのかとか、釣りタイトルにしたらちょっと不謹慎だろみたいな、多分たまたま小僧なんですけど、その動画は予定通り20日にアップされたんですけど、まあ、公開直後ですね、最初は普通にタイトルがなんか未成年飲酒で捕まりましただったんですけど、結構あのコメント欄バーってこう荒れ始めて、さすがにまずいと思ったのが、動画のタイトルには過去ドッキリという文字が追加されたんですよ。ただまあ今コメントの一番上がドッキリは後付けですっていうコメントで、まあ、パンパンやでこれ。でまあその動画の内容っていうのがね、まあ、メンバーの一人が仕掛け人で、キキジュースみたいなのをやって、飲み終わったら子供が酒盛りしてるって110番通報を受けた警察官役が登場して、メンバーの3人が連行されるみたいな、あの普通のガードマンのぶち壊しドッキリと比べると気にならないくらいマイルドなんですけど、時期までドーンって炎上して、でこの動画の最後に、まあ、エンドクレジットがついてたんですけど、そのクレジットに監修ウーム株式会社って文字がドーン並んだんですけど、この監修を行ったウームがその動画を今の時期にアップロードするのは不適切じゃないかと、こっちの方が今話題になってますね。タイトルまでは考えてくれなかったんかみたいな、まあ、ほんと中学生でね、今いろんな誹謗中傷来てると思うんですけどね、まあ、あんまそれで傷つかないようにした方がいいですね、ネットってそういうとこですから。ただほんとタイミングとかタイトルとかなんか炎上しそうだなって制作の人は思わなかったのかなとちょっと思ったんですけど、まあなんかようわからんすけど頑張れ。次です。2つ目、未成年飲酒判明した体操選手がオリンピックを辞退。こちら今月19日東京都内にて日本体操協会が会見を開き、パリオリンピック体操女子で代表を務める予定だった宮田祥子選手が代表行動規範に違反したとして代表を辞退したと発表。現在 SNS 等で波紋が広がっております。この宮田選手2005年生まれ、現在18歳なんですけどね、9月誕生日になったとしても19歳ということで、なんと喫煙に加え都内にあるトレーニングセンターでお酒を飲んでいたということも発覚。今月の15日にですね、内部の関係者から通報があったとね。で疑惑が浮上して帰国したタイミングで聞き取り調査を実施したら辞退を申し出る結論に至ったということなんですけど、まあこの時日本協会の西村慎二専務理事がですね出られまして、通報があったので正直に話してくれっていう中で説明があったと。これがね、内部の関係者からの通報ということで外部の誰かではないと伝えて、ただまあ通報された方の立場も保護しないといけない、これ以上差し控えたいと発表したということなんですけど、まあ、通報ね、もうお酒飲んでますよってなったんでしょうね。現在いろんな意見があってね、飲酒と喫煙だけで自体にまで追い込まれるのはちょっとかわいそうじゃないかとか、若い選手の可能性がたった一度の過ちで途絶えてるのはあんまりじゃないかってね、そういった意見も結構目立つんですけど、やっぱ反対にバレたりしたらオリンピック出られないかもしれない、そういったことは想像できたんじゃないかっていうね、そういった意見もあるんですけど、僕は確かにそれはあるなと思いますね。やっぱ学校とかでもね、バレたら退学とかなりますしね、やっぱその場でもう二度としないって誓いなさいでこう収められなかったんかなとも思うんですけど、ただまあそれはそれでね、後々発覚した時に隠蔽したとかなる可能性もあるんですよね。うん、自己解決はしゃあない。次です。3つ目、手越くん気の毒。こちら28日埼玉スーパーアリーナで行われるスーパーライジン3のメインカード、朝倉未来選手と平本蓮選手の試合前に予定されていた手越優也さんの国家独唱を取りやめることを発表し、これ手越くんさすがにかわいそうだと話題になりました。朝倉選手の方が X には、俺はライジンフィザン級のベルト取りに行くから、あのベルトいらない、盛り上げるために気を利かせてくれた運営には感謝します、試合前の国家斉唱とかなしにしてください、リングに上がったらすぐ戦いですっつってこう投稿して、また平本選手もですね、国家斉唱手越だけはやめてください、国家斉唱いらない、ケラモフ選手
戦の深田恵美ばりに絶対いらないっす。それなら朝倉未来の君がいればを聞きたいです、対応よろしくお願いしますと投稿したんですけど、現在消えてます。君がいればを聞きたい、こうマニアックですけど、で本人でまでやめてくれって連絡したみたいな、自分でね後悔してて、結局雷神側はこの事態を重く受け止めたっつって、あくまで試合や選手が主役、僕は少しでもそれを盛り上げられればという思いで引き受けた、しかしそれが望まれていないのであれば今回の国家独唱は辞退させてほしいと本人から申し出があって国家独唱取りやめを決定したということなんですけど、これちょっとかわいそうに僕は感じるんですよね。仕事として受けたらこの仕打ちですよ、何にも悪くないですよ。でもやっぱりこれ手越くんがかわいそうってならずによく言ったみたいな、あれいらないみたいな感じになってる人もいるみたいで、中には手越くんに出るなみたいな感じで送ってるやつもいるみたいで、なんかこれはね人それぞれ考え方あると思うんですけど、僕はこんなことになるって本当気の毒だよなと、そう感じられる大人でよかったなって思いましたね。次です、4つ目、コードネーム G3S 逮捕。こちら今月17日北海道にて空き巣専門の高齢窃盗団が逮捕されたんですが、コードネームが G3S と書いて G さんズという渋すぎる名前で話題になりました。このコードネームがちょっと無駄にセンスあると、何したかというとね、まあまあのことやってて、今年の5月ですね、北海道江別市内の空き家に侵入、現金約200円、あとウイスキー3本を盗んだ疑い持たれてます。さらに6月札幌東区の空き家に侵入、ネックレス、指輪、腕時計など合計24点、時価合計約100万円相当盗んだとする容疑が持たれてます。ただここからですね、4日後家を管理する女性が部屋を荒らされてることに気づいて通報、防犯カメラ等からですね3人が浮上して7月の17日逮捕されました。今回捕まった高齢窃盗団 G さん2、これメンバー3人でして、実行犯役は88歳の男性、運転手役70歳、盗品の保管役っていうのが69歳の男性、実写キャッツアイですよ、まあ、ジジイやけど。警察の調べでは、まあ、過去に服役していた刑務所の中で知り合ったみたいですね。だから一緒知り合って、よし出たら空き巣しようみたいなドラマとか漫画みたいな展開ですけどね、まあ、普通に犯罪なんで逮捕なんですけどね、まあ、皆さんもお家のセキュリティはしっかりしてください。 G さんズが来るぞ。次です、5つ目、いじめ告発に最低の言葉。今月19日宮城県上町の小学校に通っていた男子児童が上級生からのいじめで不登校になったなどとして、男子児童の母親がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として認定、第三者委員会による事実関係の調査を行うよう県と町の各教育委員会に要望したということが話題になっております。これ何があったかというとね、いじめが行われていたのは2022年なんですけど、この男の子ですね小学2年生で、その時にも上級生が体当たりしてきたりとか、首からかけてた水筒を引っ張られて首を捻挫したりとか、弁当箱めちゃくちゃしてやるとか、お前の母親を殺してやるとか、そう脅されたこともあったと言います。ひどいよね、捻挫するほど引っ張るとかやばいでしょ。小学校低学年の時にこんなこと言われたら怖くてたまんないっすよね。まあ他にも殴られたりとか棒で叩かれたりしたこともあって、で今日男の子は10月から不登校になって、これを母親に相談したら、学校側がね、あんまり騒ぐとお母さんの名が町中に知れ渡りますよって。でこの男の結局転校を余儀なくされることになったんですよ。クソ学校ですね、なんちゅうこと言うてんの俺。まあこの県庁で記者会見をねお母さんがされてたんですけど、なぜいじめを受けなければならなかったのかを知りたい、二度とこのようなことがないようにしてほしいと強調、町教育教育総務課の遠藤課長という方が、早急内容精査今後の対応を決めたいと、県庁医の義務教育課の本田志郎課長という方、長距離とも協力しながらできる限りのことを行っていくと話したということなんですけど、まあ、これはやってることもひどすぎるし、その後の学校の対策とか最悪です。次です、6つ目、偽覆面パトカーが捕まる。こちら19日、自家用車を覆面パトカー仕様に改造するなどした男が道路運送車両法違反の容疑で再逮捕されました。器用やな、俺自分でやったんか、俺違うか。こちら警察の発表ではですね、去年6月に自動車部品販売店で大阪府警の警察官を装って自家用車に赤色灯の取り付けを依頼して不正改造した疑い持たれてて、でしかもこれ改造しただけじゃなくて、緊急自動車の証明である緊急自動車指定書の一通を偽造した疑いがあります。で男は今年5月以降ですね、警察手帳の偽造使用したということで逮捕起訴されてて、逮捕は今回で4回目です。もう警察慣れって、まあもうこの件で慣れないんですけどね。まあただ最近白バイ隊員のね似せた格好してる人も話題になってますよね。あれ見るたび思うんですけど、マジの白バイ隊員はどう思ってるんやろね。まあでもなんか喋ってて今車と警察って聞くとすっごい頭痛くなるんですけどね。なんでなのなかったかな。はしゃげんしょ。次です、7つ目、川口マンション大爆発。こちら18日の夜8時半頃ですね、埼玉県川口市のマンションの一室が爆発、部屋の中にいた中国籍の40代男が全身に火傷を負い、住人や通行人5人らが軽い怪我を負うという事故が起きました。病院に搬送された男を大暴れして県警に公務執行妨害容疑で倒されたんですけど、これ何があったのかというと、爆発について、実はこの男がですね自殺しようと思ってガス栓を開けたんですよね。ただ死にきれず我に返って窓を開けてタバコ吸おうと思って火つけたら爆発したって。何してんのこれ。まあ、なんかね辛いことがあったのか分かんないですけどね、まあ、幸いに死者は出なかったんですけど、今回の爆発で現場マンションに住む148人が一時避難しました。この川口市ってところでね、クルド人によるトラブルとかで結構話題になったりする
するんですけど、多国籍の方がね多く住んでる地域で、やっぱこういうことが起こると地元に住む日本人にとっては少し不安になりますよね。映像見たけどガス栓開けてたってだけあって、ジョーカーばりの爆発でしたからね。最後、これは海外ですかね。8つ目、我が町福岡、変な大人が多すぎると話題に。こちらざっと紹介するんですけど、まず今月17日の夕方4時頃、北九州市の歩道で母親と昆虫を捕まえていた男の子が見知らぬ外国人女性から腕掴まれて、虫を捕まえるな、虐待だと言われる事案が発生しましたね。で、防犯命令で注意も出たんですけど、昆虫採取も虐待とか言われる時代なんですかこれ。他にも19日夕方5時頃ですね、また北九州市小倉北区なんですけど、通行中の小学生男児が知らない男からお菓子あげるからおいでーって言われて断ったんですけど、自宅マンションぐらいまで付きまとわれるという事案発生しました。怖。さらに18日午後2時頃、大川市畑穂の路上で16歳の女性が見知らぬ男から車に乗りなさい、送ってあげるよ、いやそういう声かけをされたとして防犯メールで警戒を呼びかける事態にまで発展しました。この男50代、白髪混じりの短髪、赤色のチェックシャツ、メガネを着用しています。白色の軽自動車です、気をつけてください。他にも16日午前11時頃、田川市の路上で小学生女児が見知らぬ男から首から水筒をかけたら危ないぞって声をかけられる事案が発生したっつって、これ防犯メール出たんですけど、これはね優しさの可能性あるぞ。っていうのも実際に水筒を首から下げた子供が横転して内臓損傷したとか、水筒の紐が遊具に引っかかって怪我をするという事例あったんですよ。だから何とも言えないですよこれ。だからまあどっちにしてもあの不審者と首から下げる水筒にはちょっと気をつけてくださいねということです。はい、というわけで今週以上でした。あ、そろそろちょっと夏も本格的になってきたということで、毎年これ夏の怖い話生配信やろうかなと思ってます。またちょっと日程が決まったら告知します。でね、皆さん梅雨が明けて外ね猛暑続いてます。僕だけか分かんないですけど、35度の時って今35度あるなって分かりません？33度ぐらいだったらなんかちょっと分かんないですけど、35度の時って、あ、今日多分35度だなで温度見て、ほらね、これ多くないですか。これなんでしょう、35度現象って名前つけましょう。だからその何が言いたいかというと、あの熱中症だけではね、あの気をつけてくださいということでした。とりあえず今週お疲れ様でした。まだ明日仕事って方いると思うんですけど頑張ってください。今日は以上です。また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。